日本の平和のためにも集団的自衛権に賛成します。集団的自衛権がないために侵略された国があることを知っていますか。日本は現在さまざまな危険に脅かされています。そこでは時を決めない月間の前に警備員を雇って発表されているような状態です。なおその警備員が暴動襲われても見ているだけしかできず、それも他の人たちの暴動に襲われてしまう。本当にどんな状態でどうなんでしょうか。集団的自衛権の統一は結果的に愛する家族を守るためにも必要なのです。皆さん見てください。聞いてください。私たちは集団的自衛権に賛成します。賛成します。愛する家族を守るために
は浅草の皆さん、こんにちは。浦和駅に停車いたします。